そして神奈川勢6、7番テレ、3番高橋祐介には久々立川参戦、5番安藤義明がつけて一列棒上、まだ崩れていきません。残り2周となりました。誘導との距離を4写真ほど取り始めた4番久保太、後ろ2番小玉雄一、中段で神奈川勢も動きなくバックストレッチへと入ります。北日本の3人、4番久保太、このまま先行がどうやら濃厚となりそうで、小玉が4番手、高橋雄介6番手ですが、内に切り込んできました。さあ中段をすくって、さらには番手1番開けた春樹をどかしにかかりました。神奈川勢が好判断の立ち回りで、久の先行には高橋雄介と安藤義明が入る。そして6番手になった2番小玉雄一がまくり上げていきまして、さあ4番久保太の後ろは高橋が離れた。小玉雄一猛然と追いすがって山本が離れている。その進路をたどるようにして1番明田春樹も猛追だが、速攻線抜けた2番児玉雄一、2番手は1番の明田春樹、児玉雄一降臨、2着1番明田春樹、3着4番久保太。